これ2色なんだね。2色です。はい、はい、じゃあいきます。こちらがアシメヘムチェックチュールスカートになります。はい、品番が M の3145です。はい、はい、お色がまずみーちゃん着ております。グリーンです。はい、グリーンかわいい。かわいい。うん、そしていーちゃん着てます。こちらネイビーです。はい、ネイビーです。私も脱いどこ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。そのこれ脱いだ方が分かりやすいかな。よいしょ。はい、こちらネイビーです。2色です。はい、でこちら2色展開になっております。はい、はい、お値段いきます。じゃじゃん、2500円。イエーイ。はい、でこちらも12月9日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、はい、こちらはですね、今イーちゃんがあったんですけれども、チュールがかかってる感じのスカートになってます。うん、はい、はい、なので結構甘い印象になるかなと私も思ってたんですけど、うん、チェックの色のトーンが結構抑えめというか、私はこんな感じの黒と白とちょっとオレンジと緑が入ってる感じ の、うん、あの落ち着いたカラーのチェックなので、意外と大人の女性も挑戦しやすいんじゃないかなと思いました。はい、はい、でも結構チェックが入る分、トップスはシンプルめなものを合わせていただいた方が可愛いと思います。うん、でこれもほんまに多分クリスマスデートとか着てあげるとすごい可愛いなと思って、うん、この足面のデザインが入ってて、左の足首だけ見えるんですけど、これもちょうど足の細いところだけ見せてくれる感じになってるので、細見えのスカートやと思います。はい、はい、で152センチの私でもちょうどいい感じの丈感の、うん、はい、になってて、イーちゃん164センチなんですけど、はい、まあ、ブーツ合わせしてあげるとすごくいい感じの丈感になってます。はい、はい、なので身長問わず着ていただけるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、裏地はありますか。裏地は、うん、ないですね。はい、ないけどチュールもかかってるので透けの心配はそんなになさそう。うん、ないと思います。はい、はい、ですね、アイドルみたいです。ちょっと雰囲気がね、チェックの感じがかな。はい、でもトップスこういうシンプルなもの合わせていただいたらすごいおしゃれだと思いますよ。そうですね、なんか割とオールシーズン着れそうな印象だったので、うん、夏場はなんか T シャツ1枚でこれとか合わせても可愛い気がする。良さそうね。うん、生地重なってるのに安いね。確かに、うん、チュールが上にね、ふわっとかかっております。これは可愛い。はい、あ、スカート伸びかどうかやってほしいです。冬場は伸びじゃないとインがしにくいので。あ、確かに後ろゴムなんですよこれ。そうなので、見えます、ここすると後ろ、うん、ゴムです。ここからゴムで伸びをすると、うん、これぐらい伸びます。はい、後ろも結構伸びます。うん、結構伸びますよ。はい、ご飯食べれそう、いっぱい、うんうん、大丈夫です。はい、何回もすいません。長いのを後ろに回すことできますか。長いのを、あ、こういうこと。そういうことやな。バックゴムやから、あ、そっか、ゴムの位置がね、ちょっと半分になって、ここだけバックゴムみたいなことになっちゃう、うん、はい、かなと思います。うん、はい、編み込みのブーツ履いたら、あ、まあそうですね、なのでシンプルなブーツとかで合わせていただくのがおすすめです、ね、そうですね。はい、あ、伸びありがとうございます。結構ゆとりあるんですね。そうですね、そう、気がします。ご飯食べれそうってめっちゃそう、そこ重要、大事です。そう、ご飯をいっぱい食べれるかどうかは重要ですよ。うん、大事、大事。はい、ですね、あ、一応ブーツの品番、お、これ書いてる、あ、書いてる、書いてるはず、ね、右足に、右足にあった、愛の2202です。はい、はい、腰張りさん気になりますか。私も腰張りさんですが、どうでしょうか。別にそんなに、あの、うん、腰張りさんってむしろチュールとか得意な方なんですよ。うんうんうん、こういうふわっとしたスカートは、あの、結構カモフラージュしてくれるので、はい、大丈夫だと思います。はい、はい、インしてるの出してみてください。やった、なんかざっくりなもの私着てきましょうか。あ、そっか、じゃあみーちゃん着てきてもらいます。着てきますね。はい、上からトップス、あ、かぶせたら長いところ後ろでもいけそうですね。確かにこう、もしね、こう前に短い方で着たかったら、上からざっくりめをしたらここが気にならない。確かに良さそうですね。はい、みーちゃん、ローファー履きやすいですか。ずっと前から悩んでます。色も合わせやすいかな。あ、これめっちゃいいですよ。キモレタスの定番なんですけど、ね、めっちゃ使ってます、ね。はい、履きやすいと思いますよ。
よ。近々マイマイが出るライブありますか？マイマイ来週かな。はい、来週出ると思いますよ。今のところですか。はい。グリーンの方に合わせるならトップス白以外何色が合いそうですか？グリーンやったらもう普通に黒で合わせてもいいと思いますし、グリーンがねちょっと上のチュールがグリーンなだけで結構下はちょっと銀河っぽいというか、うんうんうん、あのブラックモノトーン系の感じがするので意外と上なんかシンプルな色だったらいけそう。そうですね、うん、グリーンをやっぱ強調させてあげた方が可愛いと思う、うんうん、はい、こんな感じでいいです、うん、ざっくりざっくりニットアウトする着方めっちゃ可愛い、うんうんうん、あの腰張りさんとかこのポコが気になる方はこの着方おすすめです。はい、うん、はい、思います。はい、あ、それでバックグモのしてみましょうか、うん、そうやね、あの後ろが長くしてでも足目やから斜めにはなっちゃうけどそれはいいかな。そうやね、ちょっとランダムな感じに見えがち、うん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 、かなと切れんことないですけど、うん、今で言うと私の左だけゴムで、はい、右だけゴムなしになるので、うん、その違和感さえ気にならなければ、うん、っていう感じかな、はい、あとこんなシルエットになりますです、はい、今チェックのスカートめっちゃ欲しいけどそのデザイン難しそう。そうかな、これそんなにハードルは高くないと思いますよこれは、うん、意外とアップしてきたりすると、うん、そう、むしろあの1枚さらっとあのねトップスシンプルなものを合わせるだけでかなりおしゃれになるスカートだと思うので、うんうん、そんなに難易度高いかなとは思わないと思います。はい、はい、私もそう思います、うん、はい、下行きますね。みっちゃんの子でいい感じ、はい、ありがとうございます。で、ざっくりニットもすごい可愛いと思います。はい、イーちゃんのスカートとみーちゃんの白の組み合わせとかは、あ、これ全然いけますよ。これとこれね、あ、可愛い、こういうことだね、こういうことだね、はい、いけます、いけます、かわいい、全然合わせていただいて大丈夫だと思います。はい、お尻大きく見えませんか？どうですか？全然そんな、むしろチュールでカモフラージュしてくれてると思います、ね、ふわっとするので、うんうんうん、ピターっとしないので全然大丈夫だと思いますよ。はい、はい、そう、1枚で様になるスカートだねって。そうなんですよ。そうです、で、かわいいんです。はい、はい、っていい、うん、はい、じゃあこんな感じでスカートいけそうですか？はい、はい、はい、